どうもー、トレスインフィニティキノコとシンジュちゃんと Why you hide it? マイスはいません。いないおシンジュちゃんだよーと、ソラです。トトラだ、キノコです。え、ソラ、あなたソラなの？うん、私ソラです。全くいないからこの髪で隠しましょう。了解です。他人は死んでもどうでもよくて、それでも周りに生きてほしくて、無心が生まれたら頑張るのやつは。で、何でしたっけ？何をするんですか、今回は。名前はよく、名前は覚えてないんですけど、なんか、一人が文を言って、一人が文を言って。いや、あれじゃないの。誰、一人がどこかで。一人か、When、何か What と Who、一人が、お話を考えるんですけど、一人が文章を言って、でもう一人の人が文章を言って、もう一人の人が文章を言って、もう一人の人が文章を言って、みたいなことを続けて、面白いお話を考えていこう。かけた。キノコが最初ね。おぉ。キノコが最初ね。キノコ、あー、オーケー。昔、あるところに。ブッサイクな王がいました。じゃあ次は私で、でその次真珠で、その次にキノコ。ウィー。そのある日、その王様は毛を食べました。その毛を食べた王様は自分の子供に自分の子供、あ、待ってその毛を食べた王様は自分の子供を自分の大丈夫ですか？その王様は100人の子供がいました。わお、100チルドレン。その王様は100人の子供を食べました。 Oh my god, he ate all of them。 100人のチルドレンはおぶっさいくな王様のお腹の中で暴れ回りました。ある日、その食べられた子供のうちの一人が、食べられた他の99人の子供たちに、ここから脱出しようという計画を話しました。そして王様はお腹が痛くなったので、お手洗いに行きました。そこで王様はもう信じられないくらいの茶色いソフトクリームをお腹から出しました。そしてそのうちもう、そしてそこから子供が100人出てきました。そしてその王様はまた100人の子供を食べました。どんだけ食べるねん。なぜなら王様は1週間何も食べていなかったからです。ちょっとこれ一回なっちゃって。王様は100人のチルドレンを食べると、アイス、また茶色のアイスクリームを、あ、便器に流した茶色のアイスクリームを食べました。王様はお腹がいっぱいになって倒れました。倒れたら倒れて、カメレオンみたい。倒れた、いけた、うえ。倒れた王様は、倒れた王様は、そこで、倒れた王様には、変な、コアラの耳が出てきました。王様はその耳を食いちぎると、え、トイレに行きました。倒れてんのに食いちぎったの。やば。そしてトイレに行きました。
王様はなぜ自分がトイレに行ったのかわからなくなり、また寝室へと戻りました。寝るとこ、ああ寝室へ行って、王様は鏡のところに行って、かわいい声で自分のことをかわいいなと言いました。気持ち悪く言いました。不細工な王様はその後世界中のために自分の可愛さを知らしめてやろうと思い、裸で街に出かけました。見つけた警察官は、警官は、すみません、5時15分ぐらいなんで、もうちょっとしたら。わかった。でこれ面白くないから、もうなくしちゃおうよ。はいはい、ね、でもやっちゃおうよ。王様を捕まえて食ってしまいました。おしまい。王様を捕まえました。食ってしまいました。違うよ、次は真珠よ。お王様を捕まえてしまった。え、食われたでいいじゃん。もう終わりにしようぜ。食われたで。裸の王様、待って、ちょっと見せちゃいけないやつだった。裸の王様は夢がありました。それは自分はすごくブサイクだと、ブサイクだ、あ、待った、王様には夢がありました。その夢はコアラを飼うことです。もう自分がコアラみたいな見た目してるけどな。でも食いちぎったんでしょ。うんこ食べたしさ。茶色のソフトクリーム食べましたからね。コアラって茶色のソフトクリーム食べたし。はい、空だよ。え、空でしょ。だって真珠ちゃんの、違う、あ、真珠だなと確か。王様はオーストラリアに行ってコアラを動物園から盗んでいきました。ですが、またこう警官に見つかって牢屋に閉じ込められました。その王様の後ろには子供たちがいた。なんと王様びっくり、100 children。王様の目は飛び出しました。おいよ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 。そして王様のひげはまたぐんぐん伸びていきました。そして王様のひげは王国中を、駆け巡り世界を滅ぼしました。おしまい。ご視聴ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。茶色いソフトクリーム売ってます。